ではどうぞ。こんにちは。今宵も一人の志願者が、己の野望を胸に、とらえと挑む。それではまず、ご経歴からどうぞ。塚田るると申します。二十四歳、神奈川県出身。 最終学歴は情報科学専門学校を卒業現在の職業は洋服屋の社長をやっております今回の希望金額と出資形態を教えてください500万円投資でお願いしますあなたの思いがく未来の姿は日韓にファッションの橋を架けるプラットフォーマーになりたい令和の虎その思いを金に変えろ オールアナッシング、新しい未来を掴み取れ。キャッチザファンド。じゃあルルさんの簡単な経歴を教えてください。はい。日本人の母と韓国人の父の間に生まれまして、高校卒業後に洋服屋で勤務します。その後二十歳の時にですね、独立をいたしまして個人事業で創業いたしました。でその後ですね小売事業で、えー、法人を。 全の株式会社アダクストを創業いたしましてその後 IT 系の専門学校を卒業して現在に至ります今回のビジネスプランを簡単にご説明ください、はい プランは至ってシンプルでして、日本の洋服を韓国で売る、韓国の洋服を日本で売る商売をやりたいなと思っていて、今現状、韓国の洋服を日本で売る商売をしているので、ここでさらにちょっと売り上げを伸ばせるようなシステムを作りたいと思いまして、今回来させてもらいました。それは全部自分の洋服なんですかそうですね。これ自分で作った洋服でして、ただこのブランド事業で、 創業したんですけれどもなかなか薄利多売の商売でしてまあ自信を持って出してはいるんですけれども今後10年後って考えると高単価の商品を販売する方に行きたいと思ってます高級志向ってことでよろしいですかそうなんですよねオリジナルブランドでというよ,よりはそのオリジナルで作ってくださっている方を知入れさせてもらうというイメですねなる,な,るなるほどね小売りになりたいということですねそうです高単価で売るための戦略とかってなんか詳しくあるのさ。 そうですね。今考えてるのがなかなか在庫を持つと難しい商売なのかなと思ってるので、うん、在庫を持たない形っていうのを考えてますおそれは分かるんですけど、はい、高単価の商品肺炎、はいはい、ド向けに売っていくっていうことですね、はい、そのための戦略って何かの戦略でいくともうすでに韓国であったりとかで需要がある商材を独占で扱うことである程度ニーズがあるところに売れるのかなと思っていて。うん そこにうまく当て込めば売れると思ってますうんこれどういう理屈なのそれだって小売りになる内はまずブランドを揃えなきゃいけないでしょはいブランドは揃ってるんですか揃いましたあ揃ってるな、はい、な何社あるんですかえっと10社ほど増やしましたねおえでそれはどこに書いてあるんですかは、えー、別資料の予測資料にも、ね、そうなんですよ の後ろの方ですね後半の方のちょっと後ろ目を見てもらうとえすごい馬、まあ、さんそれ全部覚えてますかもうあの全部す,すごいね、はい、それびっくりしてるとんでも司会者だよあこれか皆さんお洋服どうですか普段からよく買われたりしますかね攻撃一番ここに年間1億洋服買うってるのは <laughs> 衣装部屋が古着屋なんでしたっけ 古着屋さんのようにああなってるっていう古着屋さんみたいになってますねはいそのために家を買い替えたりしてるんでなるほどんかまあアパレルの商売ってやっぱり商品力だと思うんですねまずはちょっと商品をぜひ見ていただきたくそうですね今日持ってきてるようなそうなんだはい商品を準備の方はいお願いします新しいアパレルで初じゃないですか商品店でそうですね 全く知らん <laughs> まあ残念ながら知らないですね <laughs> ちょっと若い子そうですね割と若者向けではあるかもしれないです今回ターゲット層が25歳から35歳と韓国系韓国系です、えー、まあけど韓国好きな若者には人気のブランドなんでしょうねきっとねそうですね今かなり話題だと思うのでうん。おじさんにはついていけないわ本当ものによってあれですかね試着とかしてもらってもあそうですねぜひお願いしたいですなるほど 韓国アパレルを日本へ日本のアパレルを韓国へ世界を股にかけたビジネスを展開虎たちへと挑む志願者若者向けファッションを武器に激論をどう戦い抜く新生ゆのャブフランチャイズ加盟店大募集詳しくは概要欄から。 元々まず自分が創業した自社ブランド事業なんですけれども、まあ、こういったお洋服であったりとかこういった商品を自社で作って販売していたんですねでここからちょっと他社さんのブランドを仕入れさせてもらってその紹介をさせていただきますでまずちょっと今回一番の目玉がこちらのデニムのブランドなんですけれどもブラックピンクの衣装デザイナーをやられている方で今回うちの会社が一番で 日本で唯一お取り扱いできることになりましてこちらが一番目目玉商品といいますかレディースってことですか、はい、レディースなんですよ<ー>なのでちょっとこのパンツもぜひよかったら<ー>セナ社長のような素敵な方に着ていただけたらなと思うんですけどすい、はい、<laughs> 下は履き替え材シャツであったりとかもあるのでよかったら着てもらえるとまた違った魅力が見れると思うのでセナさんのこれもレディースですか

でも、なんか、可愛いいですね、でもね、あ、セラさん、可愛いいですね。うん。セラさん、やっぱ、攻撃力強いのばっか、きすぎなんだよね。普段から。ええ。女社長のね、強いイメージをね。そうですね。え、これ、全部、レディースとメンズが合わさって。え、どうなってま何を揃えてるんですか、今日。今日は、こっちが、レディースで、こっちがメンズにしてます。あ、あ、そういうことか。え、これ、かっこいいけど。これ、レディースなんですよ。これ、セラさん、着てほしい。これは、着てそうだね。 ちょっとライダース的なちょっとはおってみましょうかせっかくなはいこれいいっすねめっちゃいいびっくりするぐらいねあのねほわほわしてツルツルしてるこれいくらぐらいですかほんだすごい3万円ぐらい本当だ三万やばいっすよねなんかすごいなんか多いな感じがするというか手伝ルしたやつが六万円ぐらいすごいなこれ三万と六万はいで、こっちはこっち一万円なんです1万安い買いそうなの買それは買うかもね これが一万円。安い。これめっちゃいいですね。素材は何これすごいんだけどか。これが六万円になります。なんかライダースのなんかちょっと柔らかい。そうですね。調も楽もあって。どうですか。これブラックピンクのデザイナーの方がやっている洋服でして、まあ今回日本に初めて来るっていうところで、まあセナさんのような自立した素敵な女性に来ていただけたらな。これかわいいですね。はい。かわいい。かっこいい。 確かに。<laughs> ああ、舞い上がっちゃった。<laughs> 舞い上がっちゃったな、すぐ舞い上がっちゃう。えー、え、ありがとうございます。私たちはお似合いでしたよね。これ一万で、これい。はい、そうですね。一万円は、まさかですね。自分のブランドが安くて、客、お客さんも若くて。っていうところで。うん、今後10年後、考えていくと、高単価の方にシフトしていきたいなっていう気持ちですね。自社ブランドでやられてた時は。 どれぐらいの利益だったんですか大体あでも悪くないですね全然ただ10年後このブランドが世の中に素敵な価値を残せるとは僕は思わなかったのでそれそれそれ,それめっちゃ聞きたいんだけどやっぱ自分にしかできないないいものを作る人は割とたくさんいらっしゃるんですけどそういった人たちって売るのが苦手だったりすると思うんですよね <laughs> 売るのが得意な人になりたいなと思いましてシフトしたんですけれどもっていうところですね いいものを見聞きして、目利きして、売る側に行きたかったってすね、はい、その方が10年間残れる自信があったので、やっぱ結局、営業が頂点なんだね、アパレルも。はい、うーん なななんんんか韓国ってこんな感じでですすねねそう日本のものは割とそのミニマルなデザインで作りが精巧なものが多いんですけれどもでどっちかっていうとデザインが割と新日常で着やすいけどちょっとユニークなものが韓国は多いのが特徴でして、まあ、割とドラマで着てそれが売れるっていうのもありますしそういった需要に日本で当て込みたいなと思ってます。まあ変な話な話今んかもう円安と もうなんか値上げやばいじゃないですかやばいですもうレディレディオールなんて80万円ぐらいするんじゃないですか今値上げすぎそうやっぱりまあある程度その超高単価と、まあ、H&M みたいなファストファッションと、まあ、二極化してるってまあ書かれてますけど、はい、それはめちゃくちゃよ,よく理解するんですけどなんかここの層ってどれぐらいなんですかね単価の層でいうと客単価5万円を想定してますそれは全部合わせてそうですね<い>一着一匹 一品買ってくれれば五万円になるっていうイメージですね。で、じゃあこの一万円の、そのカーディガンとかを脱却して、五万円のものを売りたいってことであってます。それも続けて、値段もちょっと上げれるような。ブランディングを頑張っていって。それと同時に、周りのブランドも巻き込んで。やっていきたいっていう考えです。なるほどね。はい。まあ、ネット上のセレクトショップを目指したいということですね。そうですね。 ただネット上で皆さん服買う人って言って、そういると思うんですけど、やっぱりまだまだ店舗で買いたいという人も多いと思うんですね。それはそう。はい、そういった人に向けて、一年に二回。そのよく服が売れる時期に、東京のショッピングモール百貨店で催事出店もやってます。ポップアップやってる。そうですね。はい、うん、なるほど。韓国か、なんか韓国の服とか好きな子って、なんかアリエクとか。なんか結構そういうのを使ってる。 イメージなんですけど韓国とか中国とかアリ,アリエクとかそうそうそうシーンとかなんかこのブランドはもう御社じゃないともう扱えないっていうライセンス契約みたいな結んだんですか契約してるブランドもあればしてないブランドもありますお付き合いいが長いところはしてますねじゃあ別に他のところでも変えちゃうそうですねうーんどれぐらい売れるんだろうっていうのがちょっと未知数だなと思ってそういう条件で。 現時点での立ち位置でで競合ってど,どこになるんですか何社か韓国のブランドを販売している会社さんはいらっしゃるんですけれども割とその低単価から中間層のところが多いので高単価ってやった時に日本にはいないのかなと思ってるんですけど、まあ、グローバルで展開されているカナダの会社さんであったりとかは対あのー、競合になりえるかなと思ってます。 確かにこのぐらいの金額のものを通販で買うってまだあんまないかもそうですよもう別に失敗してもいいから安いしいいやっていうノリで買う子の方がほとんどですよね通販って安い方が失敗してもなんかね、うん、なんか腹立たないから<ー>いいやと思ってでちょっとハイブラは絶対店舗に行って特別感が演出された上でそれも商品代じゃないですか、はい言っちゃえばこのぐらいのものってどうなんだろうなってあんまり買わないから逆に私も5万円って 言っちゃったら、あのオーダーメイドスーツ作れちゃうじゃないですか。男性で言ったら。なんか。その採寸まで測って、自分に合ったものを作れるレベルの単価層なんだけど。一着五万で買わせる通販でみたいなのが、めちゃめちゃハードル高く感じるんですけどね。どう、どう思います。需要はブランドさんが作ってくれると思ってて。<ー>そこにリーチで、日本語でできるのが僕であるべきなのかなと思ってます。あ、なるほどね。はい、韓国のブランドを日本語でリーチできるのは僕しかいない,いな。はい。あ、なるほどね。 ま情報処理の専門学校を卒業しているので、そのパソコン周りだったりとかは得意です。どうやってそのサイトを流行らせます？そうですね。もうそこ集客っていうところはブランドさんがやっぱり呼んでくれると思うので、ある程度需要を作って、その検索ワードで。 じゃあサイト作っったら売れるだろうってノリ株式会社イヤシープ代表林直弘学習塾で全国制覇年商100億円超えを実現次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープフランチャイズチャンネルでさまざまな業態を支援積んだ金額は驚愕の2億円超え積む積む積む軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王今宵いも聞けるかサービスですよじゃあサイト作っったら売れるだろうってノリ そういいわけじゃないんですけれども、うん、そこに適切な人に適切な値段で適切な場所に提供してあげれば売れる商品力だと思ってまあのー、サイトを作っただけで売れるなら他の人がサイトを作っちゃったらそれで売り上げ半分になっちゃうよそうですねそれはどう思います僕の特技はブランドを日本に持ってくることなのでそれには誰にも負けないかなと思ってます他の通販の人はこれはできないとはい なんでかっていうと単独、はい、なんか独、専属じゃないって言ってたよね、そうだったっけ、はい、他をやるんじゃない、そんなことないのただ、今回、僕ともう一人、韓国の貿易会社さんが中に入っていて、はい、その出店する方はその、送料であったりとか、インボイスの準備であったりとか、その辺の手間を全部、うちで内製化してるので、そういったところでやりやすいように。ライバル現れないとと思ってます。なるほどじゃあ えっと、そのサイト作ってホットケア売れるってことで500万は何に使うの400万円をシステム開発費に当てて残りの100万円を広告費に当てたいと思ってますでその400万円は補助金を使おうと思ってますねほう IT 補助金でははいいいくら書いてくるのえっと資料に書いてあるんですけれども <laughs> じゃあ僕たちのお金はそのその ね、だから、五百万出して補助金で帰ってきて、あの、ルルさんが儲かるの?。えっと、その補助金が返ってくるっていう感じで、それをさらに広告に当てると、売り上げが伸びるんじゃないかなと思ってます。<laughs> 僕たちが出したお金が、返ってきて、それまた広告使うのね。はい。で、さらに、リターンで、たっぷりお返ししたいと思ってます。思まあ、確かにリターン多いよね、確かにね。 ル,ルールチャンネル作りたいです、うん、ルルーチャンネル作った方がいいいんじゃなトですか、うん、作りたいですで、ね、一緒に韓国行ってねなんかとかそういうのがいいんじゃないはいやりたいですねぜひ僕の友達でやっぱ韓国の時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア株式会社サン・エイト代表取締役竹内浩一 YouTube の可能性をいち早く見出しビジネス界に激震を与える 旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー YouTube 界の太陽はいけなる志願者の未来を照らすのか僕の友達でっ韓国の、えー、と家具を輸入し受注でやってるところもあって、はい、そこもインスタだけで結構もう何億も売り上げてるんですよね、はい、だから同じようなスキームでいけるのかなとは思うんですけど逆もあるんですね日本のやつを韓国でも売りたいんですよねそうですね中長期的にはそれが目標ですなぜかというと僕にしかできないと思ってます それはさっきのスキームだからはい結構なんか僕は別の知り合いでもなんか日本で売ってる日本のブランドが結局中国で作ってるから中国の工場から本当十10分の1ぐらいの価格で叩き買ってそれを韓国で売ってる友達がいるんですよでもそれはもうメイドインジャパンというかその日本のブランドですって言って売っててそこは多分何十億何百億近い規模なんですよねだか,らだからその辺もうまく掛け合わせたら面白いのかなとは思うんですけど 僕がちょっとあんまり暴れるに詳しくないのと、僕あまり興味がないので、うん。ルーツってちょっと気になったんですけど、どういうルーツなんですか。父親が韓国人で母が日本人なんですね。ハーフで、はい、でまあ二国語、三国語喋れるので、まあ両方の取引先と、まあスムーズな取引できるのが僕の強みです。ご自身はバイリンガル。トリリンガルで。トリリンガルで。僕は全くれる気がしないんですけど。 株式会社お客様皆様おかげさま代表島田孝文通称シマヤン学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で今や国内外問わずラーメン界を圧倒全国フランチャイズ店舗プロデュースなど人の役に立つラーメン屋として快進撃ラーメン屋経営 YouTuber シマヤン志願者の味をどう引き出す僕は全く売れる気がせえへん,んですけど <laughs> ゾゾタウンとかもやってくるんじゃないのって。 まあ、あそうですねでもこういう国家高単価のブランドをやられる方って自社のブランディングすごい大事にされるんですよねでもそれ売れへんからみんなやれへんじゃないですかこでそこに出すと自社のブランディングが下がってしまうからもう他のモールに出したくないっていう状況でそういう人たちが出せるような場所を僕が作りたいなと思ってます、うん、でも在庫を持たないんですもんねそうですねそしたらこのシステム開発費だけがコストでそれ以後は保守だけ保守とまあ送料であったりとか輸送費であったりとか そういったところにコストがちょっとかかってくるっていう。でもそれ受注だから受注がなければかか,んな、ね、からなですね。なの大きなリスクはないプランになっています。うんなすね、えなんで世界観が壊れないんですか。それを実現できるようなシステム、うん、でまたちょっとサイトのデザインもちょっと作り直したいなと思っててそういった世界観を作り込みたいなと思ってます。うん、なんかそれをもうちょっとわかりやすく伝えられないですかね。そうですね。想像ができないんですよね。なんていうか。 その余計な装飾をせずちょっとミニマルな世界観でブランドの世界観を邪魔しないようなデザインにしたいと思ってますねうんまあでも僕売るためにラーメン屋さんとかでもそうですけどラーメンって大体味ほとんど一緒じゃないですか。ってなった時にどうやって差別化を図るかっつったら、まあ、最終的には人を売っていくしかないと思うんですよ。って考えたらルルさんがそのルルさんから買う意味を。 作らなないいないいいととけか思うんですよ志願者の提案する事業計画その全貌を探る前半戦虎たちからさまざまな意見が飛び交う物語は怒涛の後半戦へ僕はねどっちかっていうと広くやらない方がいいと思ってて。 歌舞伎町ホスト界のオルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田隆成年二26億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代をけ引アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う僕はねどっちかっていうと広くやらない方がいいと思ってて僕だったら顧問先にします顧問先売り方をはい もうまさにその,このサイトにに登録しした人に向けてもうで営業します。あ,あそうですね、うんうん、今やってて、うん、LINE もお店の直接やってるんですけど、うん、そこでこだわってるのが全部ボットを使わないで手動で返信してるんですねそこもえっとねそうじゃないんでその人に似合うものをちゃんと出さなきゃいけなくて売りたいものメーカーが売りたいものを出したら俺はよくないと思うその人にとってっていう。 そこまで色分けするんだったら5万円とか月いくらっていうスタイリスト代も込みだからいいと思うけどうんなんかこのままだとなんかこうただのなんか並べてるだけの一般的なショッピングモールなんか通販サイトに変わらないかなって思っちゃうかなまあちっちゃい外商ってことですねうん僕はちっちゃい外商派ですねぜひやってみたいです、うんまあ、実際僕もつけてるんでうん なんか自分に合うの絶対言ってっつって、はい、であのー、月に1回行ってぶわーって来て「はいダメダメ,ダメダメみたいなってやるのが気持ちいいからやってるんだけどそう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 それぜひちょっと参考にさせてもらいたいですね <laughs>、はい、まあ通販の虎なんでちょっと組みたいなっていう気持ちが若干芽生えてるんで、ね、ぜひぜひやらせてもらいたいです、うん、美容版もやりたいですしああそうなのはいあ虎としてやってみたいですねうまくいったらああスタイリストとして、ね、はい確かにねなんか伊勢丹があの EC サイトの売り上げが今まででもきれいなモデルさんを使ってそれはいい服をきれいなモデルさんが着てるからかっこよく写ってたんですけどそれを店舗の店員に着させて写真を変えたら確かに2倍だか3倍に売り上げが上がったっていうそういはその自分ごとにならないんですよねでも伊勢丹の商品って高いからその背が低い人もいればちょっと小太りの人もいて背が高い人もいて,て同じ服を何パターンも撮ってるんですけどそういう売り方しちゃったさっきおっしゃった世界観で崩れちゃうんですよね。 ってなるとその格好を取るしか。これはクローズドでやればいいかもしれないなって思う。だからそれその売り方めっちゃいいと思うんで、クローズドだから強するじゃないですか？その伊勢丹は。別媒体でしか見れないみたいな仕様ですかね。うん、クローズドで。でもそのツーステップ難しいですよね。うん、確かに。どうや引くのがね。ラインの登録者どれぐらいいるんですか。えっと自社ブランドが1000人ほどいて、小売事業の方がまだ200人ぐらいしかいないっていう状況ですね。こういう尖ったものってね。 なんかこう実際こう自分に合うか合わないかっていうのがまずそもそも論でくるよねこのパンツだってさとがいすぎててある程度自分のスタイルに自信がない人しか多分着れないですよねこれね他のアイテムもだって合わせないと分かんないじゃないですかそうですね結構上級者なんですよめちゃくちゃノリで買える金額じゃないので引き換える金額じゃないしそこの難題もありますよね ユニクロががこれだけ広がって無難な洋服はお持ちだと思うんですよね、うん、なのでちょっとそこでちょっとユニークなものを入れてあげるだけでは意外と合わせやすかったりさっきも着て頂い,いて尖ってるんですけど意外と着てみるとっていうのがあるので、うん、そこを広めたいっていう気持ちですね。ど,どっちのの取り扱いのが多い多ですかと今取り扱い自体はレディースの方が多いんですけど僕の実写ブランドが一番売れてますね。 売上の比率でいくとそれはだってルル君が作ってるからルル君が結構売れ作ってるものがやっぱ結局売れてるんだよねそうなんですよね <laughs> ただ10年後を考えると僕はこっちの小売り事業の方がシフトは分かったんですけどやめちゃうんですか、はい、もう今やめるんですかやめないですやめないですよねそれも高単価で売れるように自分も努力していきたいと思ってますあ今だからルル君のブランドも売り上げの中に入るんですよね今回の。はい あ自分も出店しているような形になっています、ね。あとね、今後ぶつかる壁に対して相談できる師匠に出会えたらというのが一番の経緯です。そうですね、ね売り上げがガクッと下がって、そこで自分がいろいろ考えるんですけど、なんはいいいですけどそこでやっぱり相談できて、そこはこれは違うよねとか、こういう情報あるよね、先ほどのお話もそうですけど、そういったなんか相談できる大人が周りに現状いないので、そういった方に、そうなんですよね。 自分よりも会社の規模が大きかったり年収高い人に相談した方が早いんですよね。はい、なので今回そういった方にそういうお友達いないんですか？いないです。うあそれはきっぱり言うんだね。はい。ええ<ー>。だからね、これはあるよね。はい。本当に売上が下がった原因も僕にあるので、まあ、自,分で自分が変わるしかないと思ってます。自分,自分で言うのもなんだけど、この僕の周りはやっぱこうみんなね、あの。 どんどんお金持ちになってるからね、やっぱね、うん、そういう人がいたらいいよね。いろいろ相談させてほしいですね。うん、今回の悩むね、はい。ちなみに、そのさっきのは、そのハムスター効果みたいな感じで。周りの商品が高いから、その中に自分の商品を入れても高く見せても。違和感がないよねっていう効果を狙いたい。そうですね。それもちょっとあります。ただ、うん、自分がやりたいのは小売事業なので、そっちの気持ちの方が大きいですね。これなんですか。あ、それ、そういうのブランドが、まあ、韓国で。 割と BTS であったりとかが着用して人気になったブランドなんですけれども、うん、それもうちで取り扱っている商品でこれでいくらなんですか？えっと裏箱の裏にお値段書いてますね。おそらく三四万円前後。三万だ。二三 <laughs> 万いらないな。<laughs> 箱が可愛いんでもらったら嬉しくないですか？箱？はい。パッケージすごい大事なんですよね。物は人によって違うんですよね。はい。本当だ。なるほど。本当だ。 僕のが一番チープ僕はこれな、時計じゃない<計>これ時計なんですよ僕もしてるんですけど<え>時計じゃなくてアクセサリーなんですよね時計のアクセサリー、はい、<laughs> とかもあったりとかしてすごい割と韓国のブランドの特徴がパッケージ可愛いんですよねなのでそれ百貨店で売った時割とギフト需要で買っていかれる方とかが多かったりとかしてそういったものを売ってます今 ど,どうですかね、皆さん韓国の洋服、どんなイメージをお持ちですか。やっぱり偽物であったりとか、粗悪品みたいないや。そんなことないですよ。すよ全然。うん,うん、それはちょっと一昔前の、あのパチモンのイメージだと思うんで。はい、今は全然。 トレンドだとかおしゃれは韓国から生まれるんじゃないですかですよ、ね？僕もそう思っててい、はい、韓国は今国が製造業に力を入れているので、日本よりブランドの母数が3倍以上あると思ってます。なのでそのブランドを日本に持ってきつつ、今韓国で好きなブランドあるとか好きな洋服あるっていうと日本のブランド名が出てきたりとかもするので、日本のも韓国で売りたいなと中長期的に思ってます。うーん。 日本のブランドで人気なブランドあるんですね。そうなんですよ。意外と上がってきて。ええー。もうコスメとかもなんかプチプラで、なんか安いやつがいっぱい入ってきてるイメージですけど。はい、なんか韓国の高いものが日本で売れてる事例って何かあります?。<laughs> それこそ家具とかも、ありますよね。あとサングラスとか、あと最近だとスーパーで。韓国のお酒コーナーができたりとか、冷凍商品ができたりとか。えー、もう韓国の勢いがすごいので。これにちょっとあやかりたいなと思ってます。 僕にしかできない授業なので、他の人が入ってきても、僕が勝てる自信があります。本当ね、なんかこう、ファッション好きじゃない人が、無難に逃げちゃいがちなのが俺、俺ジャパンだと思ってるんだよね、うん。おっしゃる通りですね。<laughs> なので、ちょっと90年代後半の、あの鮮やかな日本の、洋服を取り戻したいと思ってますね。の主力の気持ちは。あ、でも、それはいいですね。はい。確かに。元気だった。頃はね。は,ねはい。夢はある。うん。

でも令和の虎拝見させてもらって自分で自己資金がないというところすごいご指摘されてたので今回ちょっとどうしようと思いながら出させてもらったんでけどその分リターンが大きいかな <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございますそれはその分リターンが大きいが詰められてない <laughs>、はい、たんまりそうリターンがないのに自己資金ああみたいなですよねみたいななんだけどなのでちょっと今回,今回だからちょっと魅力的なだけどねだから燃焼がさめっちゃ低下してるときにこの強気のポジティブのね あの利益予測だからさそこが問題だけどさでも困ってる時だからこの好条件なんだろうなとも思うしね、はい、の今のうちにぜひお願いします本当と悩んじゃうよね、うん、どうしようかなうん島田社長洋服買われたりしますか普段あもちろん買います,すよ、ね、僕も、はい、あのいつも服屋さんに行って用意してもらって<あ>全部やってるんでるそ,うそ,うそういうのがあんねやったらいいんですけど でそういうそういういのじゃないですもんね外商は百貨店の外商とかなんですかねいや違いますお洋服屋さんで、はいえー、そういう商売もあるんですねなのでそういう情報が僕も入ってこないのでずっと一人でやっててそれが今の僕の会社含め僕の課題だと思っているので今回ご出身もそうなんですけれどもそういった時にちょっと相談できるような師匠がいたら僕の会社も 儲かりますし皆さんにも還元できるんじゃなないかとでもすごい思うんですけどそれが自分の課題だって気づいてるんだったらエクシア株式会社代表宮本セ業界初の低額性短さと高い効果を兼ね備えたホワイトニングをフランチャイズ展開店舗数は日本一スタッフ一人一人と向き合いブランド化する育成論で他を圧倒するホワイトニング歌謡牛舌の令和の女帝参戦志願者の秘めたる思いを引き出し輝きに目を光らせる でもすごい思うんですけどそれが自分の課題だって気づいてるんだったら、はい、例えば別にあのこの令和の虎じゃなくても行動は変えれると思うんですよ。はい、だっていろんな方に出会ってるわけですよね。 で、いろんなところから、こうブランド引っ張ってきたりだとか、すごい、なんかすごい人にも合ってるみたいな感じの。あの資料あったと思うんですけど、はい、なんかそういう人たちだとか、協力してくれる人を作ろうみたいな動きはしなかったんですか。かそうですね。韓国ではかなりしてて、ありがたいことにファッション協会の会長さんであったりとか。今第一線で活躍されている七十代ぐらいの。デザイナーさんであったりとか、いろんな人紹介してくださるんですよね。ただ日本でって考えると、あまりいないのが現状でして、これが今の僕の。 うまくいかない原因なんだろうなって思ってますんなんでだろうお返しできるものがまだないのかもしれないですね24っすよ僕もいなかったですけどね <laughs> どうしてました24の時どうしてましたいやいやいやい,やいろんな人に会うしかない、まあ、飲み歩いてたけど飲み歩いてましたか飲み歩くしか出会いがなかったから <laughs>、うん、だから飲み歩いて飲み歩いてった先のこのわずかな人脈を手繰りってって

だから不思議なももんで僕たちもね14年前ぐらい <laughs> だからまあそう考えるとねそういう社長がいないっていう気持ちも分かるから、うん、でもね。そういうのね一歩は踏み出したって感じ、うん、はいその一歩目で今回出させてもらいました、うん、なのでちょっと今すごい困ってますちょっと皆さんの力を出してください,い話だけ聞いてて可愛いげもあるし、うん、い,やいいっすよねなんか雰囲気もいいですしまあすごいしっかりしてますよねでも24歳にしてよね経営に苦戦トラたちに助けを求める志願者 ビジネスと真摯に向き合うその熱意に虎たちが心をつかまれる迎える最終局面導き出される答えは思いいつたのすでねリライブシャツというシャツなんですが。結構これ なんか小売りだけだったらきついけど自分の多分ブランドをちゃんと売るっていうことも含めればある程度収益は見込めんのかなと思いますけどねうんただその小売りをやってるのにかなり時間かかるんですよね今他のブランドさんのも商品登録したりとか<ー>自分のブランドにかけれる時間もないっていう状況で今回のシステムその商品登録の時間も省けるのでより他のところに僕の時間を使えるっていう ためのシステムです商品登録はもうカープアパレルさんがやってくれるってことですかそうです、ね、ブランドがはい<ー>でなおかついつお金が入ってとかも先方でご確認いただけるようにするので、うん、なのでそこの信頼関係も担保できるっていうか、うん、今だと何やっても全部中途半端になっちゃうのでちょっとこのシステムがないと僕の見てる世界は見えないこないので、うん、ぜひ皆さんの力を貸していただきたいですま、うん、あでもねやっぱりね 日本がダサいって言われたままだとやだとしねそうですちょっと韓国のも着ながらちょっと日本を獲得してはいでその先には日本のものも韓国に売ってみたいなそうですそうですでそこから韓国ドラマで日本のファッションが広がって<ー>で日本のファッションと韓国のファッションがドッキングされて JK ファッションなんか作りたいのが僕の夢ですね JK ファッションジャパンコリアはい <Japan Korea. S 2>、はい、おっしゃる通りですあそっちねそれが僕の夢ですおお まさに僕のような日本人の父と韓国人の血か,から生まれたのファッション版みたいなのをやりたいですね。あ、<laughs> もうずっと行こうと思ってるのはもう。失礼しました。失礼します。やっぱそういう全体見えない感じがダメだな。<笑><笑>あ、失礼しました。いや多分まあでもあの今は多分<笑><笑>アピールの場だなっていうの分かった、はいすみませんちょっと。今結構大事なところ。<laughs> そうですよね。<laughs> いい話。そういうところが僕に足りてない分野です。<laughs> なのでそういったところもご指摘いただけると今後足りてなくはないと思あそうですか。今結構重要な会話してる。ですよね。なの <laughs> ちょっと皆さんのお力を助けるいただけると、もう一回はい社長。いやいや,いやじゃもうどうぞとりあえずなんか島やあたりが喋ってくれて嬉しいですけど、<laughs> いやー何も喋ることないです。<laughs> じゃあ百万円。ありがとうございます。ま,す <laughs> まあ本当にうん。 なんかよう分からへんけど何かやってくれそうな顔あるんで一旦はい100万円を積ませてもらいます島田社長から100万円が出ました晩さんもう眠そうなんでいえいやそんなことないです <laughs> 僕はちゃんと聞いてます <laughs> 竹内さんいかかがですかおおいやちょっと竹内さん僕は空気読るんで、譲ります <laughs> いや,いや僕もじゃあ200万だけってください。<laughs> <laughs> 林社長から200万円が出ました えー、あとと残りり万円となりました、まあ変な話多分、まあ、今最近で言うと僕のチャンネルも伸びてきたんでなんかちゃんと僕が来たりとかすれば売れるものもあるのかなって思っててうんでプラスまあライブコマースとか YouTube 通じてできたらめちゃくちゃ面白いんだけどな通販の虎でって思っててそうです、ね、アパレルの枠は確かに今空いてて。 あんまりアパレルの人がが応募が来なくてですよね、はい、僕も探してたんですけどなかなか見つからなくて前例が分かんなかったのであとまあパジャマかなめいちゃんの、うん、なんかこう外行きの服があんまりないんだけど多分それだけ難しいのかなとも思ってて何を強みにするかみたいなそうですね成熟した業界と言われてますからねうんってなると結局もう個人のインフルエンス力になっちゃうんですよね、はい うーん、って思う。なので、桑田社長、お願いします。チ <laughs> <laughs> ャンスですよね。はい、じゃ、ありがとうございます。お。ソルト。うん。まあ、あのー。はっきり言っちゃうと、もう僕はビジネスを。これで、さらに、何かやりたいだけなんで。まあ、それとパートナー組むっていう未来が見えたからっていうのがありますね。はい。うん、ありがとうございます。はい。 はい、えー、桑田さんから200万円が出てこの時点で、えー、と500万円、えー、完全オールとなりますおめでとうございますありがとうございますそれでは、えー、と完全オールになりましたので一言はい、えー、まずはこのような貴重なお時間をいただきまして虎の皆様バーン様スタッフの皆さんもありがとうございましたえー、本当にもう準備すごいしてきてもう夜も寝れない日々だったんですけどこれでやっと寝れるようになりますちょっとこれからもうたんまりお返ししていきたいと思うので <laughs> はい 今後ともよろしくお願いします。<laughs> ね、そこは抑えてんだよね、<laughs> ちゃんとね。素晴らしい若者だと思うな。島根、えー、から一言おい,いですか。はい、えっ、ー、と内容はあんまちょっとよく分かんなかったんですけど、まあ営業能力もあるし若さもすごいいいと思うんで、はい今回100万円応援させてもらいました。頑張ってください。ありがとうございます。僕はもうあの入ってきた時からオールになるんだろうなと思ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。 ね、あのご自身でね作られた服すごいいいなと思ったんですけど、うん、私は何か自分のブランドにが価値がないっていうのを言ってたのがすごい引っかかってて正直その一言が。でも多分それ作らないとなんかいいブランド集めたからって。 やっぱり世界観っておっしゃってたと思うんですけどその世界観だとかブランドの価値を分かるようにしないと売れないと思うんですよ、はい、だからそこは追求すべきかなと思ったのでちょっとその一言が私引っかかってお金出せなかったんですけど頑張ってほしいなと思います、はい、頑張ります。のでよろししくお願いします、まああのー、ちょっとね えー、令和のトラの男性陣のファッションが僕は気になりすぎてるんで、まあ、いずれ衣装協力って形で全員着させたら面白いんで <laughs>、はい、ぜひお願いします、はいまあ、僕がスタイリストとしてでプラスサポーターとしてやってで、まあ、最終的には概要欄に貼らせよう祝いにって思って、はいろいろできるなって思ったんで、まあ、ちょっと今後考えていいきまましししょうよろしくお願いします、はい、今の時代ねこういう若くてね志もあって見た目も良くて、ね、そういう若者を応援したいなと。<laughs> したんでささせてくださいありがとうございます <laughs> 完全オールでしたが、えー、僕からも一言ラウンジグループ代表番中村リシーサロン経営から喧嘩バズるロワイヤル取材令和のトラ司会までバズりの法則を持つこの男ブレイキングダウン賛成を起爆剤に持ち前のバイタリティーであらゆる業界に牙を剥く志願者へと語りかける今宵俺とぶつかり合うのはあんたでもいいよえー ホ本当名前もねなんかルールなんていう素敵な名前だったりもう入ってきたところからやっぱ花がある方だったんでスタイルも良かったりですからまたこのファッションを通じて日本と韓国の架け橋になってくれたらと、えー、願っておりますおめでとうございましたお疲れ様ですありがとうございました韓国アアパパレレルルのの可能性をを引き出し日本アパレルの進化を目指す世界を股にかける挑戦は 3人のトラがサスタバを動かし見事完全オールを達成若き志願者が起こすアパレル革命への意欲がトラたちの心を動かした新しい未来の行方は続報をれるトラとつながれる もちろん主催ともつながれる令和の空ファンクラブ入会はこちらから